はいどうも、ハマロボです。今回は深谷駅を探索していきます。渋沢栄一さんの街ですね、ぜひ進めたいと思います。どうぞ。ということで、今回電車で東京駅から行くには約70分ぐらいかかります。ということで、いきなりねちょっと駅から遠いんですけども、ここからのスタートになります。ガチャガチャですね、懐かしいですね。結構値段上がりましたよね。インフレですよね。ガチャガチャ今200円とか300円するの知ってました？昔ね、なんか10円そんなことはねえか。でも100円高くて100円だったと思うんですけど、ちなみにここはここです。ここはここっていうか、そうです。大体10分ぐらいとこですね。で、だんだん駅に向かっていくっていうルートに今回はなってます。はい、昔ながらの駄菓子屋さんを離れて駅に向かっていきたいと思います。この辺は大体住宅がメインだと思うんですけども、ポツポツとねスナックとかがあるような街になってました。あるようなとこだったんですよね。はい、角にスナックらしきものが見えてきて、ここからなんですね。ちょっと待ってっていう。なんだこれ。これです。これさすがにね営業してないと思うんだけど、こっちはねやってますよね。おしぼりが置かれますから。ここも気になるんですよね。この下、旅館って書いてある。そう、旅館と書いてあって、居酒屋ですかっていう提灯があるんだけど、これね、後々答えが分かりますので、また引き続き見てくださいね。あ、そうだよね。ちなみにこの路地に入ったら、左側をね、注目してほしいんです。隠れてタバコスパスパ吸ってさ、何やってんのって人もいますよね。ちなみに今のところは旅館の横っちょですからね。お、裏つだ。昔ながらの電気屋さんがあって、離脱もありながらの今ここです。金と銀って書いてありますけど、ここがね先ほど裏側のところの、旅館の表側をこれから見ていただきたいと思います。結構意外ですよ。裏表がこっちだ。ほら、意外に綺麗じゃないですか。意外してる。なるほどね。なんかのれんもあってびっくりしました。ハンドカップ。パブ J。何やんだい。なんかパブ J ではない。この店も結構気になりますよね。ないけど。ああ。やってたっぽいし。旅館があるから、この辺はもともとは栄えてたというか、まあ。花街みたいなところだったんじゃなかろうかという印象がありました。うわ、あ、さっきのスナック愛さんが映ってて、もうほぼほぼ駅の近くに持ってきてます。じゃあね、本丸にはい、今ここです。もう歩いて3分ぐらいですね、駅まで。ちなみに反対の南側の方にはもう駅近くにはなかったですね。なので今回は北口だけという調査になっています。もう角あったよあと5分ぐらい、5分もかかんないかな。体はまあこれですね。はい、今映っているこの建物がいわゆるキャバクラとかそういったビルなんだけど、ちょっとね厳しいところがあるんですよね。なんか入り口がどうなんでしょう。なかなか普通1階にお店って作らないですからね。なのでこのご時世でもしかしたらクローズしてるかもしれないですね。普通空中なんですけどね、飲み屋さん。ああ、この様子だと全然してないですね。ただ見ていただけるとまたなんだこの店って気になるなーっていうところも出てくるので、引き続きチェックしてください。はい、完全に明らかにあの人もおじってますよね。で、続きましてはこちらですね。はい、藤子ちゃんです。完全に名前とキャラがかぶってる大丈夫なのかなと思って。その藤子ちゃんの店がこっちからも入れるんですよね。奥の方に今看板が見えるとこは藤子ちゃんのとこです。でも多分ね、俺2回以上やってないですね。してないと思うんですよね。はい、今この辺に来ます。駅向かって左側にも実はですね、お店がいくつかあります。ハブだったかな、スナックって書いてありますね。3500円。まあ普通じゃないかなと思います。これでも綺麗なね、看板。お誰か喧嘩したんですか。もうね、ビーバップまだ存在してるのかなと。いや激しい戦いですね、あの普通やと。これ2階ですね。結構なんか入ってみたくなるような、なんつったらいいんでしょう、パネルですよね。ここですね。ここのビルも結構こんな不思議だったのがね、普通の会社も混じってるんですよね。こんな感じです。ラウンジとかバーとか書いてあるところが飲み屋さんですね。もう駅すぐです。ここだったら走って5分ですかね。ちょっとね、駅が階段上がらなきゃいけない。今この辺です。あともうすぐで分かりますけど、またこの向かって白い建物が、飲み屋街ビルになってました。そう考えると結構深谷でコンパクトにまとまってるんですよ。一番最初にあったところは確かにちょっと遠いんですけど、多分ここのことでしょうね。なんですが、駅前ね、歩いて、5分から7分ぐらいの間にたくさん集まってます。スナックがある。2500円ですね。そうかね。はい、ここのフロア全部飲み屋さんです。しますけど、ほぼほぼクローズですね。でまた